若者向けに観光客とかいう感じですかね。営業中のうまくねこの夜影のね街並みに合わせた、はい、ちょっとね気になる絵があるんですけど、太陽美術館。だからこの目の前にエラヤ、エラヤって書いてありますね。おそらくこのね通りの向こうにもエラヤさんっていうねプラモデル屋さんあるんですけど、エラヤさんがありますね。ちょうどあの先ほどのね場所の、この後ろの、はい、こんにちは、スピーチューブ今日も始まります。今日来てるところはですね夜影にね来てます。もともと山陽道だったねその宿場町のエリアに行こうかなと思います。結構ね昔ながらの町並みがありつつ、まだねお店とか残ってたりとかするらしいんで、ちょっと今日はねここの辺をね探索していこうかなと思います。というわけでね、こちらがね、旧山陽道ということでね、ちょっとね広い道が、続いてね、この先ですかね昔ながらの、お家があったりとか、するわけなんですけど、まあ、以前ね、プラモデル屋さんエラ屋さんにね行った時に、ね、通ったんですけど、今日はね街並み中心ということで、歩いていこうかなと思います。旧山陽道一里塚跡、一里塚と一里ごとの目印として道路の両側に、土を盛って木を植えたところを言いますと。ちょっとねこちらの建物が気になるんですけど、昭和3年にできたんですかね。まあ、去年なんですけど、令和元年11月10日ですね、この夜影の宿場祭りということで、なんか大名行列とかそういうねなんか再現みたいなのを、やってるみたいですね。なんかいろいろとね若者向けに観光客とかいう感じですかね。営業中のお店もあったり、カフェですかね。ちょっとねこちらも、気になるんですけど、まあね中国地方で有名な中国銀行さんなんですけど、うまくねこの夜影のね街並みに合わせたような、ね、感じの、外観になってますね。特にこの門とか、昔から多分あったんですかね。サムライイタリア、
ちらのお店も昔ながらのお店なんですかね。ちょっとまだやってないみたいですけど、はい、ちょっとね気になる絵があるんですけど、太陽美術館、ここね花のペイントアートが目立ってるんですけど、美術館と入館料はお帰りで1,000円。ちょっと目の前にねなんか大きな建物があるんですけど、だからこの目の前にエラヤ、エラヤって書いてありますね。ちょうどね矢掛郷土美術館のこの目の前にね、おそらくこのね通りの向こうにもエラヤさんっていうねプラモデル屋さんあるんですけど、それに多分関係した建物かなと思うんですけど、ちょっと またね旧山陽道の方に戻っていこうかなと思います。エラヤさんがありますね。ちょうど先ほどのね場所の、この後ろの奥の方に、ね、エラヤさんがあったんですけど、精肉店、雑貨屋さんですかね。取れたて秋野菜と500円と、キュウリが1個4円。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。こちらがねもともと醤油売ってたね場所だということで、これもねなんか昭和初期ぐらいの西洋のね建物ということです。もともとお菓子屋とこの宿、この上がね旅館ということだったんですかね。なんかいい感じの、雰囲気が出てますね。まあでもこの限られたねスペースというか、通りなんですけどね、いろいろなんか商店とかが凝縮してますね。屋根見たらかなり年季が入ってんで結構長いとは思うんですけどね、これ。はい、ですね、ここのねお寺の詳しいあのどれぐらいの時期からあったっていうねインフォメーションが載ってないんですけど、まあ、この後ろにね終わったというかあるんですけど、調べた結果ね、これ明は明るいにその昭和の和ですねというね時代のお墓がねあるんですけど、これが1764年から1772年頃が、明和と言われていたんで、結構ねそのこの宿場町があった時代、栄えてた時代にあったと、されるのかなという、お寺ですね。はい、で、まあ、ここのね
お寺の中にそういう仏さんがいるんですけど、まあ、これもまたね、もうかなり古い、ものだということになってて、あと重要文化財に、指定されているほどということで、ここまでがね、宿場町ということになってます。はい、というわけで今回ね、矢掛のねエリアを、歩かせていただきました。まあ、この後ろとかね、これ水路があるんですけどね、結構ね、なんだろうな、深いんですよね。やっぱりね、この西日本豪雨でもその矢掛っていうのはかなりの被害を受けたんで、まあ、この昔ながらのこの水路だと思うんですけど、やはりその水害のね対策をねされて、こういう感じで深い水路になってんのかなと、思います。はい、というわけでですね、今日は、矢掛のね宿場町を歩いたということ、歩いたということでね、まあ、今もね歩いてるわけなんですけど、まあ、こういう感じでね、この白壁、本当白壁の町と、いうことで、ね、この倉敷の美観地区とね似たような感じで、まあおそらく、まあ、結構ね貿易が盛んというか、まあ人のね出入りが、多かったのかなと思います。まあ比較的ね、この旅館とかが結構目立ってたり。したのでね、まあその観光しながら、ちょっと泊まってみたりするのもいいかなと思います。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。